よ、秋を彩る雨の音、人生あまちゃん VTuber の秋のあまねと申します。今回はね、前回、SC トーナメント2連覇達成して、まあ1回負けたんだけどね達成したので、あれマモルさんとのエキシビションマッチかなと思います。多分今日だと思うんだけど、どうなんだろう。早速ね、ちょっと行ってみようか。パパがいる。ママどこ行ったの闇組織ドレッド暗躍、兵器用カスタムロボ大量密輸。いや、新聞の記事さ。ロボット工学を悪用するなんて許せんやつらだな。なんかだんだん、わあ、まね、マモルさんとのエキシビションマッチに行くんでしょ。でもまだ時間あるよね。マモルさんの前に私と一度戦ってくれないね、お願い。ステーションに来て、待ってるよ。はい、わかりました。だんだんなんかドレッドっていうのが浮き彫りになってきてるというか、あー行けるようになってる。でもその前にロボステーション行ってあげよう。ドラゴンガンもらったんだよな。もフレームガンの方がなんか個人的には追従する系では良さそうに見えたけど、どうなんだろう。みんな忘れかけているけど、昔マモルくんと同じくらいの実力を持った子がいたのよ。ほう。ジロウくんっていう子なんだけど、1年くらい前マモルくんに勝つために学校を休学して武者修行の旅に出て、学校は通えそれっきり帰ってこないの。グレートロボカップはまだ地区とごとに予選が行われるんだ。この地区の予選会はこの2階で、本戦は大会ドームで開催されるんだ。へえ、次はグレートカップか。いよいよロボバトル最大の祭典、グレートロボカップが近づいてきたね。これが最終目標なのかな。まあ僕なんか軽く予選落ちだろうけど、このお祭り気分が好きなんだよね。なるほどね。エキシビション会場やロボカップ本戦の大会ドームから少し離れた場所に、人のいないボロボロのビルや使われていない倉庫があるんだよね。気味が悪いからみんな近づかないけどね。うわ、何があるんでしょう。君のロボはレイって言うんだ。一体のロボを大切に使っているようだね。でももしも他のロボを手に入れることができたら、絶対に使ってみた方がいいよ。新鮮な感動があるし、カスタムロボの世界がきっと広がると思うよ。あるのかな。いや、いつかの初心者くんだね。あれからカスタマイズの腕は上達したから、同じのばっか使ってます。はいはいはい、嘘ついちゃった。ほう、それは飲み込みが早いね。次のステップは相手のカスタマイズを見ることさ。まあこれはでも、まあやってはいるな。結局同じの使ってるけど。そこまでできれば君も中級者さ。大会でも少しはいいとこ行けるかもね。はっはっは。そういえばスナイパーガンについて友人に聞いたんですよ。カスタムロボ知ってる。そしたら、まあ強いらしいです強いらしいのと、あとなんかホットとかグレーを GK のにすると、打ち上がったところをスナイパーガンで撃ち落とすみたいなのができていいって聞きました。そろそろ特設会場に向かわないといい場所が取れないぜ。守るのバトルなんて最近はなかなか見られないからね。あれ、君どこかで見たような。え、私っす、戦うの。あ、天音さんだ。今最も守さんに近い男ってもっぱらの評判ですよ。マジか。そのすごい上達の秘訣を教えてほしいものです。これが才能の違いってやつかな。まあ才能かもね。守さんはあなたなんかに負けたりしないわよ。だ、あんた行かなくていいの。ここじゃないよ今日。よし、じゃあカリンのとこ行くか。もういるね。綾尾の噂を聞いたかい。なになになに、教えて。ここのステーションだけじゃ飽き足らず、強いコマンダーを求めてあちこち武者修行してるらしいんだ。隣の町やその隣の町や、そのまだ隣の町のコマンダーまでやっつけたって噂を聞くぜ。あいつちょっと強かったからな、私負けちまったよ。まあ全部ドラゴンガンのせいなんだけど、でもあいつもすっかりハマってるな。 SC トーナメントなんて小さい小さい。お前さ、市民大会の時に見てなかったか。グレートロボカップ、それこそ全コマンダーの最大にして最終の目標さ。マモルはそこで3年連続チャンピオンの座を守り続けているんだぜ。で、今年が最後って言ってたっけ。カスタムロボの武器で人間を傷つけることができるかどうか知ってる。え、知らない。答えはノーさ。まあ軽い衝撃くらいは与えられるけどね。ふーん。カスタムロボの武器からは特殊なエネルギーが発せられていて、そのエネルギーが相手のロボの動力源を無力化するんだ。
この仕組みを利用してロボバトルが行われているんだよ。困っちゃうのは全ての小型ロボがこの動力源を使用してるってこと。警察のポリスロボですらこのカスタムロボで機能停止させることが可能。ああなるほどね。だからコロセーム外でのバトルは固く禁止されてるんだよ。うん、なるほどね。グレートロボカップについて教えてあげようか。はい。一つの地区から選手は2名選抜されるんだ。つまり地区予選の優勝者と準優勝者が本スポン、あ、準優勝、準地区予選の優勝者と準優勝者、あ優勝者が本戦に進めるというわけなんだよ。コロセームのコーナーには要注意だよ。角で両側からポットを流されてそこへボムでも撃たれたらもう逃げ場はないからね。こんなことしてくるやついるのかな、コンピューターで。ホロセームについてとっておきの情報を教えてやろうか。はい。空母や飛行船のホロセームがどこかにあるって話だよ。そんなところでどうやって戦うのか俺もよくわからないけどね。まあ何のヒントにもなってないけどありがとう。 SC トーナメントのカトレアさんの活躍見てたわ。ハリンの他にもあんなに強い女の子がいたのね。嬉しくなっちゃう。いや私もな、ちょっと女ではあるんだけどな。闇の組織ドレッドって知ってるかい？ちょっと詳しく教えてほしいな。ロボット工学を悪用して金儲けを企む秘密の組織さ。兵器用のカスタムロボを製造したり有望なコマンダーを闇の兵士に育てたりしてるらしいんだ。あれこれ聞いたな。もっと詳しく知りたい。ハイテクロボット工学が用いられてるのはもちろんカスタムロボだけじゃないんだよ。警察、災害救助、医療、交通、宇宙探査、そして人の心を癒したり、小型から大型までロボットは社会にいろんな形で役立っているんだ。まあ、ロボットか。確かに私たちの身の回りにもロボットと呼ばれるものも結構あるのかもな。ハリン伸び悩んでるみたいなんだ。あまね、そんなに乗ってあげて。私でいいの？あ、来てくれたね。私さ、柄にもなくちょっと悩んでるんだ。少し前まで同い年ぐらいの子には負けたことなかったのに、最近じゃ早尾のやつにまで負けて。エキシビションマッチとはいえ、マモルさんとの対戦もあまねに先を越されちゃうし。私に何が足りないのか知りたいの。あまね、私に稽古をつけて。まあいいよ。それじゃ準備ができたら向かい側に立って。準備はいい？いいよ。どうしよっかな。スナイパーガンにあったポット G ってついてるポットにしよっかな。バイダーとかかな。空中で動けないので別に困らないかもな。ちょっとクイックジャンプレックとかにしてみよう。スナイパーガンで、対戦相手はスプラッシュガン。なんだ、連射性能が非常に高く幅広く弾が打ち出され相手を捕まえることができる。近距離での連射は強力で一度相手を捕まえてしまえばそこから様々な攻撃を狙っていくことができる。へえ、怖いな。捕らえられたらなんか近接とか振られて結構ダメージ出そう。ちょっと近寄らない方が良さそうだな。よし行くか。どっちも足わわ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 これ良くない。2連発打つの良くない。あ、死ぬこれ。あ、死にます。負けますこれ。危な危ない。いや、めちゃくちゃムカつく武器だな。嫌がらせ武器だろ。ウニー、わかんないよ。マネとアダッションどこが違うの？アリン、よかったら僕のアドバイスを受けてみない？ほら、僕反射神経ないから動かす方はさっぱりなんだけど、戦略のことはよく分かるつもりなんだ。
しんちゃんからアドバイスを受けるなんて考えたこともなかったよ。そうだね、しんちゃん、私より学校の成績ずっといいしね。いいわ、教えて。うん、カリンは反射神経が抜群にいいから、それに頼りすぎてるんだよ。僕が横について指示するから、それを聞きながら戦ってみてくれる？え、これ負けイベですか？わかった、あまね、もう一戦して。わかった、ちょっと今の武器で来られたら、ちょっと今の武器で来られるのかな。今の武器で来られるなら私スナイパーがやめます。相手の武器に合わせるのも大事なことだからね。もう一回、ちょっと待って、あ、同じですね。変えていいですか。どうしようかな。ウェーブガン使ってみるか。まあボムはいいな。これで、これは多分でも負けるんだろうな。新一が横につくってことは。そういうイベントだと思っているんだけど、これ負けるじゃなかったらそれはそれで恥ずかしい。やめてくれよ。はい、ダッハーシ。なー。全然さっきのが痛くてる？ダメダメ。この武器って強いんだな、多分。この武器が強いんだな、多分。当てた。あー、うまい、それは。いい方法だと思います。あー、ちょっと届かない。当てて、当てて、当てて。あー、やるな、それ。当てた、当てた。あ、ちょっと待って、こんな負け方したくない。納得いく負け方じゃないけど、納得いく負け方をしてくれ。ないってな、私。あ、好きだ、好きだ、好きだよ。いや、ムカつくな。でも私もムカつかれてんだろうな。勝てるんだ。負けたけど、この手応え何？手応え感じてるんだ。私はさっきの方が嫌だったけどな。なんかいるな。すごいよ、しんちゃん。私こんな感覚初めて。なんだかすごく上手くなった感じ。僕のコーチもなかなかのものでしょ。新一は多分そうね、裏方とかそういうのについた方がいいのかもな。いやでも新一強かったけどな。しんちゃんありがとう。これで私いけそうな気がする。じゃあ私先に遊園口の特設会場に行ってるね。なんだ、ふかし、どうした？あ、カリン行っちゃった。あの程度のアドバイスじゃまだ不十分だと思うんだけどな。まあとにかく僕らも特設会場に向かおうか。主役が遅れちゃ大変だ。遊園地の場所は分かってる？まあ大体分かります。そう、でも念のため言うね、はい。最近工事が終わった橋があるでしょ？あそこを渡った先にあるんだよ。はい。それじゃあ遊園地にレッツゴー。ふかし無視？ちょっと待ったのだ。アーモネオ、お前、これから魔物とのエキシビションマッチに行くところだな。はぁ、うふふ、このふかし様がお前をすんなり行かせると思ったら、何？大甘納豆3時のおやつなのだ。あまねよ、この俺様と勝負なのだ。いや、無視していこうぜ。で、俺様が勝ったら、魔物への挑戦権はこのふかし様がいただくのだ。だってそうだろ、チャンピオンに挑戦する権利があるのは現時点で最もチャンピオンに近いコマンダーに決まっているのだ。 SC トーナメントなんて古いデータなんぞ何の当てにはならないのだ。さあ、あまねよ、このふかし様という偉大なる壁を乗り越えられるかな。ふかしくん、それはあまりにも無茶な話だと思うんだけど、認められないだろ。ばっかもん。無茶が通れば道理が引っ込むという言葉を知らないな。昔の人は良いことを言ったのだ。無茶な中にこそ人生の真理ありなのだ。さあ、あまね、俺様と勝負なのだ。いいえ、逃がさんのだ。俺様と勝負なのだ。本当に逃がしてくれないのかな。10回やったら逃げられるとかないかな。逃がさないか。分かったよ。あまね、本当に戦うの逃がしてくれないんだよね。しょうがないな。なんだなんだ。ふかし、ようやく見つけた。こないだ貸した10円、いつ返してくれ。あ、ちょっと待ちなさいよ。10円。じゃあ会場に行こうか、あまね。はい。なんだ、私が家しまくった時間返してくれ。何だったんだ今の時間。
よし、じゃあ行くか。ちょっと他のとこも寄ってみたい。スプラッシュガンとかいうの、いやーでも、どうしようかな。マジでスナイパーガンで行くか、フレームガンで行くか、このスプラッシュガンとかいうの使ってみるか。悩むな。ほら、まあね、すぐ左見えるでしょ。あそこが今回の試合場さ。ちなみにその向こうがロボカップの本戦が行われるドームだよ。あまりならあそこにも手が届くかもしれないね。あ、それどころじゃないよ。早く会場に行かなくちゃ。ドームがあってここがあれか、廃墟じゃないけど遊園地だ、遊園地。おお、おお、すげえ人。あ、早尾来てるじゃん。応援しに来てくれたのか。あまねくんですね。どうぞステージに上がってください。じゃあ、あまね、頑張ってね。僕は客席から応援してるよ。いろんな人に話しかけてからステージに上がりたいな。あまねくん、今日は期待してるぜ。ふん、守りに無様に負ける姿見に来たぜ。いや、マジでありえるからな。全然あるよ。君に負けてからカトレアもいろいろ考え直したようじゃ。こうして外に出てバトルを研究するようになったのじゃからな。ほっほっほ。ほんとね。あまねさん、今日は私をがっかりさせないでくださいね。まあそうよな。守る、勝ちてー。勝てるかな。並ぶのが遅くて後ろの席になっちゃったよ。モブは面白そうなの以外飛ばしていくか。アマネの力がどこまで守さんに通じるかワクワクするよ。ねえカリン、今日はちょっと冷えるね。あ、アマネくん、今日は頑張ってね。でもお兄ちゃんとアマネくん、どっちを応援しようか迷うな。どっちも応援してくれ。面白い試合を見せてくれなきゃブーイングしちゃうぞ。よし。いやー、やばい、ちょっと緊張するな。あれ、あれ、あれ、あの、え、これ、行こうか。あ、あまねくん、来てくれましたね。どうぞこちらへ。チャレンジャーのあまねくんが、ただいま到着しました。盛大な拍手をお願いいたします。あまねくんは？皆さんご存知と思いますが、あまねくんは初出場の市民大会での優勝に続き、先日の SC トーナメントでは2部門優勝独占という偉業まで達成しております。まもるくんの再来との声まで出ているあまねくんに今の心境を聞いてみたいと思います。あまねくん、まもるくんの再来と呼ばれるのは嬉しいですか。まあ、嬉しくはあるな。ズバリ今回まもるくんに勝つ自信はありますか。あります。ちょっと嘘だけど。あなたのアマネという名はコマンダー、名コマンダーっぽいと思いますか。それはわかんないけど、まあはい、しとこう。カスタムロボは楽しい。それはもうもちろんそうですか。どうもありがとうございました。さて、それではチャンピオンマモルくんに入場してもらいましょう。グレートロボカップ3年連続チャンピオン、グレートコマンダーマモル。さあ、まもるくんが登場しました。まもるくん、今日の調子はどうですか。ええ、いい感じですよ。今日の対戦相手のあまねくんについてはどう思いますか。何度かバトルを見てるんですが、かなりのセンスを持っていると思いますね。それから最近の噂ではまもるくんが間もなく引退するという話なんですが。ええ、本当です。次のグレートロボカップを最後に引退しようと思っています。そうですか、実に残念です。どうか最後まで私たちに素晴らしいバトルを見せてください。では始めていただきましょう。チャンピオン守る VS チャレンジャーアマネ、エキシビションマッチのスタートです。うわー、緊張してきた。アマネ君、よほど実力差のある相手の時は手加減もするけど、今日はその気はないから覚悟してくれよ。君にはそれだけの実力があると思ってるんだ。嬉しいな、それは普通に。さあ、準備が良ければデッキの前に立ってくれ。よし、準備はいいかな。よし、勝負だ。かっけえな、守君。キャッ、ゆりえちゃん、どうした。
まもるさん、ゆりえちゃんが急に倒れたの。うん、そんなの勝負どころじゃないだろ。ゆりえ、しっかりしろ。お兄ちゃん、大丈夫。ちょっと寒かったから、気分が悪くなっただけ。こんなに青い顔をしてるじゃないか。無理をしちゃいけない。あまねくん、すまないが、今日の勝負は中止だ。ゆりえをメディカルセンターに連れていく。しょうがないよ。観客の皆さんも本当にすみません。妹が病気なんです。今日は失礼させていただきます。誰か送ってやれ。大丈夫かな、ゆりえちゃん。飛んだアクシデントが発生してしまいましたね。仕方ありません。急ですが別のマッチメイクを行いましょう。ちょっと打ち合わせの時間をいただけますか。その必要はない。まさか。誰？謎の親父だ。ははははウォーリア。誰？何？お前はハヤテのように現れては、これと見込んだ少年少女コマンダーに強引にバトルを挑む神出鬼没の中年コマンダーロボ吉。うわ、その通り、ロボ吉参上じゃ。あまねよ、お主の強者ぶり聞いておるぞい。お主の相手守るに代わってこのロボ吉が引き受けた。うわ、ここどういう声だったんだ今の。心地よい声援が聞こえてくるわい。なんだ、何してる。あ、こら、何をやってるんだ。わしの特製ホロセームデータと取り替えさせてもらったわい。市販のホロセームなどぬるくていかんわ。そんな勝手なバトルは許可しないぞ。では天音自身に決めさせてみてはどうじゃ。本人が OK なら断る通りもなかろう。どうじゃ天音、まさか逃げるとは言うまいな。勝負を受けるな。うわ、いいえ、選びて。これいいえ、選んでみていい。うしゃしゃ逃げるのか。ああ、守るが哀れじゃの。こんな育児なしとエキシビションを行うところじゃったとは。煽り夜は。あ、これどうなる。ゆりえちゃん大丈夫かな。いやだって、あまね、後でお見舞いに行こうか。私もだってゆりえちゃんと友達なんだから、こんなことしてる場合じゃないでしょ。ロボ吉さんか。前にカリンも挑戦されたことがあったな。へえ、そうなんだ。なんですのこの野獣は。まあそうなるわな。おほう、ロボ吉か。相変わらず天衣無縫でやってるな男じゃの。ほほほ、知ってるんだな。おお、ロボ吉さんを見てるのは久しぶりだな。テンション上がっとるな。面白いおっさんだよな。そうなんだ。ユリエってそんなに体悪かったのか。別に俺は関係ないけどよ。早お、私のことはいいから、お前前に行ってやれ。まあ仕方ねえ、やってやるか。よけてやろう。まあなんか普通なら聞けないような会話聞けたし、いいよし、いいや。ファニーオールドマン型。空中移動が高くて、空中ダッシュが7回までできる？どうなっとる？地上での移動は遅い。アタックはスピードが遅く、ホーミング性能が高い。頭突きを繰り出す。なるほどね。レフトアークガン。地上で打つと左から右、空中で打つと右から左へ。弾がくの字に回る。うわー、なんか嫌だな。しかも一度に2発打ててホーミング性能が高く、弾のスピードも速い。これ違法パーツじゃないの。スピードポットか。うーん、嫌だな。ロングバーニアレック。こいつはちょっとスナイパーガン。いや、ちょっとスナイパーガン。いや、スプラッシュガン。あ、スプラッシュガンも試してみたいな。スプラッシュガン試してみていいかな。スプラッシュガン試させてもらっていいですか。スナイパーガンそこまでスナイパーガンにこだわりあるわけじゃないんですけどね、別に。そもそもあれ、これなんか空母とか言ってたやつではないのか。よくわからないな。なんか落ちるのではこれ。どうなの。ここやべ。あ、痛い。強くないですか。近距離最高といって過言ではないんだよ。こんなのだって余計はないじゃん。相手の銃も多分強いのかな。結構長いですね。なんかスラッシュがクソ強い。
こんなのハマっちまうよ。F とアクガンのデータを入手、リードボット P のデータを入手。まあまあまあ、なんだお主、やるではないか。大会連続優勝、伊達ではないな。面白い。次の特性ホロセーブを見せてやろうぞ。え、もう一回やるの？面白い。まあまあいいけど。え、武器とか変わるのかな。一応見るか。あ、変わる。ジェミニーボム2発同時に発射するボム。アークガンは変わらないのか。動き始めのスピードが少し遅くなり、ジャンプ後の着地の隙間減り、空中での動きも良くなるが、低いジャンプしかできなくなってしまう。なるほど。まあこのまま。そっか、スプラッシュガンめちゃくちゃ強いかもしれない。おお、見る見る。全然ステージについて触れてなかったけど、あれやべえ、こんなの振っちまう。いや、これこのボリュースができるのって言われてるのかな。段差速いし、近ければそっから近接触れるのもでかいな。チートかもしれん。デメリモムドグランダレック。ははは、やるのお主。今日のところはさらばじゃ。だが、これで勝ったと思っちゃいかんぞい。何やったんや。なんだか変な幕切れになっちゃいましたが、イベントはこれにて終了ですね。あ、終わりですか。ロボキチさんって変な人ですね。大人のくせに子供ばかりを相手にして。子供おじさんなのかも。あれ、ああ、待ってた、置いてかれたのかと思っちゃった。あなたのバトルしかと見させていただいてきましたわよ。おほほ、グレートロボカップルの活躍期待しておるぞ。ほほほ、その様子だとお前はユリエの体が悪いこと知ってたんだな。ふん。いや、お前がちゃんと交流をしなかっただけだろ。今日は守君と戦えなくて残念だったな。グレートロボカップ楽しみにしてるぜ。まあここで戦っちまったらロボカップでの楽しみが消えるってもんよ。ねえ、あまね、私ユリエちゃんが心配だよ。一緒に守前に行こうよ。行く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 。よし、急ぐよ。ユリエちゃん、どの部屋にいるんだろう。そこの受付で聞いてくるね。ナイス、新一。そんな名前の子は来てない。確かここにユリエちゃんが通院してるって聞いたことあるんだけど。うん、僕とアマネも前にここでユリエちゃんと会ってるんだ。間違いないよ、メディカルセンター行くって言ってたしな。もう帰っちゃったのかな。あ、そうだ、アマネのママがここで働いてるんだよ、聞いてみようか。そうだね、何もしないよりはいいかもね。こっそり行っちゃおっか。オッケー。もう自動で進む。あ、いた。あ、ユリエちゃん。あ、カーリン、アマネ君と新一君もどうしてここに。エキシビションマッチの会場で倒れたから心配してきたんだよ。具合はどう。そうか、わざわざありがとう。もう心配ないよ。そうですか、あー、よかった、安心したよ。それにしてもユリエちゃんの主治医の先生がアマネのママだったんだ。私もびっくりよ、ユリエちゃんがアマネやみんなとお友達だったなんてね。さあユリエちゃん、最後に一応精密検査をしておくわね。みんなすまないけど外に出てくれる？マモル君は付き添ってあげてね。ええ、わかりました。なんでいないって言われたんだろう。アマネ君、今日はすまなかったね。フリーバトルで相手もできるけど、グレートロボカップまで勝負をお預けにしないか。君ほどのコマンダーだ。僕も最後にきっちり大舞台で戦いたいと思うんだ。うわ、
グレートロボカップが楽しみだね、アマネ。うわ、楽しみ。あ、あれは？はや、はやお。はやおくんが、まさかあいつ、ゆりえちゃんのこと心配して？さ、その話は後でなさい。とにかく出てった出てった。はやおは一貫してゆりえのこと気にしてるけどな。今日はいろいろあったね。おかげで疲れたよ。そろそろ帰ろうか。はい。なんだ？なんだ？世界観が違いそう。おお、君たち、メディカルセンターってのはここかい？ええ、そうですよ。あれ、もしかしてあなたは、二郎さん？あれ、二郎さんって、マモルさんと同じみたいに言われてた。え、あ、ほんと。昨年度グレートロボカップ準優勝の。去年だけじゃない。その前もそのまた前も、マモルのやつに優勝の座を。で、そんなことはどうでもいい。俺を知ってるってことは、お前らもコマンダーだな。ひょっとしてお前ら、マモルと会ってきたところか？え、なんで知ってるんですか？エキシビション会場で聞いたのさ。久しぶりにマモルに会いに来たんだが、入れ違いになっちまってな。エキシビションが中止になったらしいな。ここにいるのが対戦予定、予定者だったアマネなんですよ。お？俺が街を離れてる間にすげえ奴が現れたと聞いてたが、お前のことか？おもしれ、暇ならステーションで待ってろ。マモルに挨拶したら愛してしてやるぜ、マジか。あ、マモルさんならユリエちゃんの付き添いで会えないよ。なーに、ちょっと待てばすぐ終わるだろ。ここまで来たんだ、宿命のライバルに挨拶くらいしておかないとな。面白そうだね。ステーションで待ってようよ、アマネ。もう時間も遅いよ、カーリー。ちょっとくらいへっちゃらへっちゃら、レッツゴー。というわけでもうちょっと続きます。あ、もう選択の余地なし。じゃあここで待ってよっか。二郎さんってしばらく大会でもステーションでも見なかったよね。街を離れてたって言ってたけど、マモルさんに勝つために特訓してたって噂だよ。マモルさんのライバルと言われながらも大会では一度も勝ってないからね。前は実力が違いすぎて大会を戦いを挑むこともできなかったけど、私今なら戦ってみたい。よう、待たせたな。あまりだったな。早速勝負だ。おっと、ただしパーソの転送はオフにさせてもらうデータはね。予選前にむやみにデータを流出させるのは愚かだからな。さ、戦う準備ができたら部下側に立ちな。さ、準備はいいか。ほい。お前の実力見せてもらうぜ。うわー、クソ強かったらおもろ。一応スプラッシュガンのままで行きたいが、メタルベア。体が大きく動きも遅い。相手の攻撃を受けやすいが、防御力は高く、ダウンしにくい。空中ダッシュは1回のみに出すことができる。アタックは前方を一直線に体当たりする攻撃。レイフォールガン。地上で発射すると空中に4発の弾を仕掛け、空中で発射するとそのまま相手に飛んでいく。ホーミング性能は高め。相手に近いと弾が当たりにくいので離れて戦うのがベスト。ショートジャンプからの空中ショットを使うといい。なるほど。じゃあ私は近づけば近づくほど有利なのね。で、トマホーク。フェイントポットスタンダードレック。オッケー、このままいきます。スプラッシュガンで行くなら別にポットとか今のままじゃなくてもいいな。なんか何でするんだこれ。絶対影立てよ。どう考えてもするだろう。あ、いけないな。ダウンが遅い代わりにめちゃくちゃノックパックするから近接まで持っていけないな。一方的な暴虐ですこれ。いい動きをしてるな。なるほど、 SC トーナメントを制しただけのことはある。だが俺に言わせりゃボムやポットの使い方がまだまだ甘すぎる。はい、その通りですね。もうガンにしか頼ってないもん。ただ適当にばらまいてもない。出るだけじゃこの先通用しないぜ。ジローさん、手加減しましたね、やっぱり。おお、よく見抜いたな。そっちの子もタノンの素人じゃなさそうだ。まあ手加減ってことばかりでもなくて、俺はエンジンが温まるまで時間がかかるタイプでね。
もうエンジンが温まったなら私とも勝負してください。私、守さんと大会で同じセルホロセームに立つことが夢なんです。ずいぶん勇ましいお嬢ちゃんだな。いいだろう、相手してやるぜ。来な、優しい。 お嬢ちゃん、私にはカリンって名前があります。見れるのかな。そんなことはない。あ、まあね、今の二郎さんの指摘は重要だよ。ボムやポットはただ意味もなくばらまいてるだけじゃダメなんだ。前にも話したと思うけど、まず相手を挟み込むようにポットを打つんだ。そうして相手の逃げ道を塞いでおいてボムを打ち込む。そこでいぶり出されたり爆発に巻き込まれた相手にとどめのガンを打ち込む。というのが最も効果的な戦法なんだよ。もちろん武器によってはこの通りにはいかないけど、それだってこの応用なんだよ。はい。今までの戦いを見てくださっているみんなはお気づきかと思いますが、ガンにしか頼ってないです。お嬢ちゃんじゃなかった、カリンだっけ。君のバトルには致命的な欠点がある。何でもかんでも突進ばかりで戦い方が荒すぎる。それじゃあ今のレベルあたりが限界だぜ。ガーン。それと君は守ると同じホロセームに立つことが夢だと言っていたけど、それじゃあ戦って勝つことは夢見ないのかい。君の夢はその程度なのかい。ああ刺さってる。女の子といえどもホロセームに立てば同じコマンダー。厳しいかもしれんが思った通りを言わせてもらったぜ。じゃあさらばだ。あまね、ロボカップ楽しみにしてるぜ。なんか嵐のような人だけどかっけえな。ぐさりと言われたわ。ぐのぐ。しんちゃんにアドバイスしてもらって良くなったと思ってたのに。一人じゃまだまだだったのね。でもこんなことでくじけるカリンではないのだ。しんちゃん、私にもっと教えて。どんなことをしてももっと強くなるわ。カリン、仕方ないな。カリンが熱血モードに入ったらもう誰にも止められないからね。こうなったらとことん付き合うよ。遅くなってママに叱られるけど、カリンのためだ。ありがとうしんちゃん、それでこそ我が幼馴染。というわけなんで、今日はもうしばらくカリンに付き合うことにするよ。ごめんね、アマネ、今日は一緒に帰れそうにないや。先に帰ってて。オッケー。どうした？まだお前にその実力がないと神様がおっしゃってるのだ。ガハハ、ぶん投げるぞ。よし、じゃあ私は帰るか。いろいろもらったから実体化だけして帰ろう。あ、なんだ？ゆえ、アマネくんたち来てるかな。今日は長いな。どうしたどうした。あ、アマネくん、さっきはどうもありがとう。もう大丈夫だから心配しないでね。カリンと新一くんにもお礼を言いたいんだけど、ここに来てるの？2階で特訓中？それなら邪魔しない方が良さそうね。ねえ、アマネくん、今日は一緒に帰ろっか。はい、帰ります。じゃあ帰ろっか。ゆりえちゃんと一緒に帰れる。ああ、自動で動いています。ゆりえちゃんちに送ってあげないか。どうした？ここがあまねくんの家なんだ。あまねくんのママはここからメディカルセンターに通ってるのね。私ね、小さい時から体が弱くて守るお兄ちゃんにくっついてばかりいたの。だからあんまりお友達ができなくて。でも今はカリンやしんいちくんやあまねくんっていうお友達ができてとっても嬉しい。あまねくん、これからもずっとお友達でいてね。なんか嬉しいような悲しいような、そんなセリフだね。それじゃあまた明日ね、ゆりえちゃん。あ、そうだ、もし大会でお兄ちゃんとあまねくんが当たったら、あまねくんを応援しようかななんて思ってるの。ゆりえちゃん、お兄ちゃんには内緒だよ。もうこれ好きやん、私のこと好きやん。おやすみ。はい、というわけでね、ちょっと今回長くなっちゃったかなとも思うんだけれども、ね、マモルくんとのエキシビションマッチはお流れになり、なんか謎のおじいちゃんと戦わされ、ユリエちゃんは倒れちゃうし、その後なんだっけ、ジローだっけ、ジローくんと戦うことになりまして、まあでも無事勝てたというか、スプラッシュガン強すぎ、マジで。あれ全然スナイパーガンより強いと思っているんですけど、どうなんですかね。
まあでも言ってた通りね、ポットとかボムを全く使えてないというのは事実なので、これからまたまたどんどん厳しくなっていく時が来るかなとは思います。まあ今のところスプラッシュガンで一方的な暴虐を繰り広げているので、そんなことねえだろうとも頭の中では思っているのですがはい、というわけで次回は次回なんだ、まさかグレートロボカップではないよな、早すぎるよな、そんなわけがないけどありえるなというところで、まあおそらくグレートロボカップかもしれないけど、まあその前の特訓期間かもしれないという感じですね。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。